ということで、君島ちゃーん。はい。いらねえんだよ、そういうの。いらねえんだよ、そういうの。ずっとそこでスタンバってたの？はい、お待たせしました。お待たせしました。お疲れの時間ですよ。はい。はい。はい。じゃあ、買ってきてほしいもの言いますんで、はい、ちゃんと覚えておいてくださいね。はい。はい。安本さんから言いますね。うん、鮭の切り身を買ってください。おー。鮭？鮭、うん、塩鮭だったら塩鮭でしょうがないけど、願わくは普通の塩鮭じゃない鮭を切り身買ってきてください。はい。あとネギ買ってきてください。ネギね。ネギ、そうですね。ネギ、はい、そうですよ。ネギはあのね、あの、まあ、ネギです。ネギだったら僕はその2つでいいです。まあ、なるほど。本当はバターとかあってもいいんだけど、なんかまあいいや。バターありそうです、はい、ないですね、うん、僕はですね、おふ、おふ、あ、お味噌汁、お味噌汁で見るのおふね、はい、おふ、ふがしかってきたらどうする。怖い怖い怖いな。おふね、おふね、おふね、おふですね。うん、あれちょっとピンときてないな。あとはどうしようかな。あ、でもおふさあればいいかな。キノコと足りるのかな。なんかおすすめのあります？味噌汁、豆腐とかわかめとか。あ、じゃあ、わかめ、わかめ、わかめお願いします。わかめ、うん、はい、はい、オッケー、じゃあ以上で。じゃあそんなもんで大丈夫だ、はい、多分予算内で収まります、うん、大丈夫そう。はい、はい、わかりました。じゃあお願いしますね。おせえから気をつけるのよ。あ、そうですね、はい、回り道しないですぐ帰ってきてね、うん、ゲームセンター寄るなよ、うん、北谷さんと佐藤さんと帰ります。はい、手を振る余裕はお願いします。お味噌もあるし、ほんだしもあるからできなくはない。できなくないですよね。いいっすよね。ちょっとあ、おもろ。シリコンシーマーの味噌汁のイメージはねえわ、俺。ちょっとやってみたいな。なるほど。できなくはないよ。分量とか俺知らんけど。だとしたら、うん。なめこね、なめことかそのえのきとかはやっぱ王道ですよね。いいですよ、もうこれに乗せちゃってくださいよ。じゃあもうドラフトどうでもよくなってきちゃった。まあ、あのシェアしたらいいですしね、いっぱいあるから。確かにね。なんなら、うん、どっちもコップは使ってみようか。あ、そうですね、うん、知らないから。すごいいいんですよ、コップのサイズ感が。すごいうちの子みたいな感じで、すごいいいんですよ。うちの子、うん、うちの子難しくなってきて大丈夫、ね、うちの子ってこと。あ、そうそうそう、うん。あ、難しい。コップちょっと入れてみましょうか。ちょっと発言が難しくなっちゃう。大丈夫かな、センシティブだな。かわいいなコップ。コップ。コップかわいいな。知らないところの子供コップって呼んじゃいそうで。あ、でもね、黒アワビちょっと行きたいですね。はいはいはい、うん、まあ、これはあの黒アワビ竹は歯ごたえがいいですよ。あ、歯ごたえ大好き、僕歯ごたえ。歯ごたえ大好き。そう。マジ歯ごたえ大好きすぎて、もう一時期そのあれですよ、ね。あの出会い系サイトやってた時の名前、歯ごたえでやってました。もういろんなこと聞きたい。今の一言いろんなこと聞きたい。時間ないのに。昔ね、昔ね。こういうさ、キノコ系の機械にさ、ええ、悲しくならない白井さん。え、どういうことですか。松茸ねえんだって。あれ、そう、あれ本当だ。これ本当だ。気づいちゃったんだよね。ねえな、めちゃくちゃ今じゃないですか、松茸。ちょっと松茸ないじゃん。スタッフが全員目そらしてる。あ、いた、いた。俺余計なこと言った。いた、いた。マジでないと思ってた。今数えたらだって18しかなかったんだもん。おかしいと思ったぜ。え、これ気づかなかったらね、気づかないまんま行こうとしてたの。おー、危ねえ、危ねえ、ま、俺の背だけが届くんだよ。ええ、きた。あー、これだったら話変わってくる。鮭とか入れてる場合じゃねえかもしんねえ。あ、あ、あ、おかえりなさい。うわ、出てる。なんか多くない？で、そんなに？あ、あれ？お疲れ様でした。お疲れ様です。一回受け取ろうか。出してもらいましょうか。じゃあ
まずあ、ネギね。ありがとうございます。ネギは大事ですね。ちゃんと、ちゃんとネギだ。うん、鮭。鮭。まあまあ甘じゅう、いいでしょう。塩ついててもいいでしょう。あー、はい、はいはいはい。鮭ですね、いいでしょう。あ、そう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 。これは合ってんじゃないですか。うん、合ってない。あ、分かった。合ってんじゃん。合ってる合ってる。できてるできてる。じゃあ何？あれ、ちょっと。確かに確かに、ちょっとなんか余計なものが。じゃあ何？もうないじゃん。買ってあるじゃん。あ、まもなく。よし。あのつゆは絶対ね、あのお味噌汁とかに入れて後日作り直してもお出汁出てるから。ああ、いいね、旨味が出てますもんね、きっとね。もったいないから全部使った方がいい。さあ、まもなくじゃあ僕のキノコ、いけた？キノコ汁が。白井さんの。ありがとうございます。で、どうなってんの？やべ、超見て。ちょっと見てみましょうか。超見て、楽しそう。いきますよ。よろ俺。オープン。